ので少しだけ配信をしてあの寝ようと思います。えー、っと、ナルセさん、ックやハートありがとう。ワさん、えー、コウモリありがとう。ワさん、ハートもありがとう。FWDWG3 さん、ハートありがとう。顔を見せてくれないの、あ今日は、あの、もうドスッピンなので、しかも前髪も上げてるので。 今日はラジオです。画面の猫さん、可愛い。ありがとう。この写真はとってもお気に入りです。可愛い,いでしょう。このまみたいに起き上がらないとってことはないと思うぞ。えーそう。今日はもう全部寝る準備。満タンでお布団の中に入っててこのままもう寝れます。状態、<laughs> このままもう寝ていけます。状態です。 ゆうとはじめましてゆうとはじめましてじゃないでしょ違うでしょ <laughs> みんな,なすっぴんありがとう褒めてくれて <laughs> すっぴんでも可愛いだろうにありがとう <laughs> いける可愛い,いすっぴん見たかったこうへいさんえすっぴんの見せたことないっけみんな見たことあるくないないかなあるよ <laughs> 今日はもうもうボサボサなのでダメです。 また配信するときに見てください <laughs>。くるちゃん、部屋のナスピー見てみたえ、ほんとにえ、みんな部屋のナスピー見たことないんないんかなえ、嘘そくないないかなないかな <laughs> やると思う、多分見てないんかなひひひ。<laughs> ゆいちこんばんは。475ライダーさん。これはなんだ魔女の帽子。ありがとう。 パーク大家あ初めまして。初めまして。じゃないでしょ。違うでしょ。<laughs> ハートありがとう。トモさんヘアの大好き。ありがとう。ヘアのも大好きだよ。私スピンは見たことない気がする。嘘本当に本当に本当にそうかな。ないんかな？ないかな。ガチないかな？まじか。え、なかったか？ まあ全然私はマスまン、あ、でも気にしない人間なんですけどちょっともう今はボサボサなのでまたねあのちゃんと綺麗な時に <laughs> やります中学生の時ならあるかもあ本当なんかなちょっとだけ大人になったそのままって感じ <laughs> そのままって感じですえっ、ー、と ナゴと言んでください475じゃなくてヨナゴねヨナゴライダーねオッケーオッケーヨナゴライダーさんあかつえこんばんは見に来てくれてありがとうインスタライブすっぴんでしたっけあなんかすっぴんでやったことある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 そうすっぴんでやったやるやるあ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 るよ,あるよやったことあるなので見たことある人は見たことあるのかな配信じゃない限り見たことない人は確かに直で品をすっぴん見せることって多分ないよな あるかなうん多分ないと思うちゃんと一応化粧はしてるんですよレッスンの時とかやったらすっぴんとかなんですけどレッスンの時だってみんなに合わへんもんな確かに直やったら部屋のスすっぴん見たことある人おらんかもしれん確かに確かにな確かに <laughs> えーっとピンクカメラさんこんばんは目に来てくれてありがとう赤津ハートありがとう 中心さんさこんばんは見に来てくれてありがとう米子ライダーすっぴんってその恥ずかしいの私は気にならないですねあんま気にしないタイプではあるんですがなるべくねかわいい方が一応いいのでね <laughs> そうほんとに一応化粧してます毎回ほんとにもうあの、いつもできる限りメイクしたくない派なので お外に出るときはさ、今日もすっぴんで出歩きました <laughs>。お仕事でね。今日もメイクと髪の毛をメイクさんにやってもらう日だったので、スピンでストーンで歩きました。あとは私はいつもジャージを着て生活してます。本当にね。あのお恥ずかしいんですけど、私服を着るのがめんどくさすぎて。 本当にめんどくさくていつもだから今日は本当にもうパジャマみたいなだるきでお仕事に行こうと思ってたんですねあの、まあ、まあ大丈夫かと思って行こうと思ってたらあのマネージャーさんに「あのちょっとあの私服の方が」ちょっと今日今回はちょっとだるきは」って,んて,んてんあ「汗」汗みたいな感じで言われて「ああ、ああ、わかりました」 って言った。でちゃんと今日は私服を着て仕事に行きました。えらいですよね。ちゃんと私服着てるの <laughs>。そう私服を着ただけで褒められるってなんか受けるけどね。ナルセさんおばけありがとう。タクやえー、っとコウモリありがとう。ダイキええー、僕マスペンだと,と歩けない。えそうなメイクしてんのダイキマジ？マジしてたん？ ゴッチキズコンコットへちょっと今度ちゃんと見よう <laughs>。上のさんこんばんはあ久しぶりこんばんは見に来てくれてありがとうえ川さんハートありがとうジャージで仕事行かないやめましょうい <laughs> <laughs> けるえなんかさあの夏いたらなあの衣装に着替えるからあのみんなジャージやねん そうメンバーも君セレの、ね、メンバーもジャージだしでも AKB のメンバーも仕事行く時みんなジャージやでジャージレッスン着というかダル着で行くでみんな <laughs> だから結構ねジャージで行きますアイドルは <laughs> 楽なんです <laughs> その中でも私は特にジャージをよく着てます楽な格好ダル着ですね 私服よりダルあジャージとかの姿の方が貴重かもえめっちゃ貴重やと思う <laughs> でもあの,その、ね、ライブの終わりとかにあったらたまたまねあの見かけたりしたら部屋のがレッスン着とかダル着とかジャージとかでうろうろしている可能性もありますだ <laughs> よねなるべく可愛い格好しようとは思ってるんですよなるべくね頑張ろうっていう気持ちは少しはあるの ももうでも楽すぎて <laughs> ちゃんとなんかあのファンの方の前に出る時のなんか私服を使う時とか私服で何かするっていう時とかちゃんとちゃんと着てるのあのあそうちちゃんとちゃんんととしてるの。移動の時は <laughs> そう今日はでもあとお祭りも行ってきたのであのお祭りを行ってきたのであれです。 なんですか私服を着ていってよかったと思いましたジャージでうろうろして怒られないの怒られない怒られなんで誰に怒られるの怒られないです全く怒られません普段全然怒れないですけど今日はそのなんかね初心メンバーちゃんとか毛利さんがいたから多分あのちゃんと <laughs> 一応まだちゃんとねあの服を着てきて今日は一応服着てってことだと思う <laughs> そう。今日のメイクチェックだったんですよ。新体制用の、あの、アーシャーとかの、どういう風にメイクするか的な感じですね。のメイク、メイクチェックというか、メイクリハ的なやつだったんでしょあやかはったありがとう。なしさん、視力悪くてライブ後は多分気づかない。マジ <laughs> 確かに、確かに。 前に部屋のアナルセさんをあの道で見つけた時に全くこっちの方を見ず何にも気づいてもらえなかったからな <laughs> 確かに気づかなさあッツカキフラーの上がカレーの上にかきフラーの,の食べたいいな美味しそうあツイッターのって,てなんかのしてなかった美味しそういいな部屋のも今日はたくさん食べましたお祭りお祭りをお祭りで いっぱい食べたんですよ。部屋の,のあのメールを見た方なら多分わかると思うんですけど、結構食べました。たくさん食べました。ひだくんさんこんばんは見に来てくれてありがとう。かわさんハートありがとう。えっ、ー、とだきえー、ビンゴの企画で入りの時のネ、ね、キチ私服チェックを思い出しました。あそれをされたら私はもうアウトですね <laughs>。結構大恥な格好をしている時が多いと思います。 言と野,生野生のヘアのちゃんそう野生の部屋のちゃん野生の部屋のちゃんは何かいつもうろうろしてます <laughs> そうぼーっと歩いてるそう今日はねそう野生の部屋のちゃん野生のミオちゃんとるいちゃんに遭遇したあのお祭りお仕事ありにお祭りに行ってナナとねお祭りに行ってたんですよ2人ででナナが用事あるから途中でバイバイして あの一人でお祭りをそしたらミオ、まあ、がね来るっていうのはお祭りに行こうかなみたいな言っていうのは連絡来てたんで知ってたんですけど本当にたまたまもうガッチして「えみたいな「あったね」って話して出るんにも会ってで何かや3人であ,のあんず飴的なやつ一緒に食べて。 バイバイして帰ってきたすごくないあとミオの妹ちゃんにもあったガチでセレンディピティだったねえー、シノ結婚してありがとうシノありがとう絶対結婚しようなえっ、ー、とナイセさんハートありがとうピローリン初見さんパチパチパチピローリンさんありがとう見に来てくれて、えー、シノハートありがとう えっと、木崎ゆりやさんのヤンキー感がにじみるたらと小島ま子さんのスピン可愛かった記憶。あと、ミューポンさん。野田部屋の、野田部屋のスピンは、もう、とんでもないかもしれないよ <laughs>。どうするとんでもない顔だったら <laughs> か。でも、どんな顔してるんだろう、野田部屋のは。変な顔、変な顔しても。変な顔を受ける。野田部屋のは、あれですね。どんな顔してるんだろう。うん。 なんか気合いがなさそうな顔してる気がする <laughs> 気合いがなさそうな顔って何だって感じなんですけどなんかそうだねまたじゃあみんな見てくださいひなののすっぴん見てくださいぜひぜひ <laughs> とんでもない顔だとしても大好きですありがとうえとんでもないかなえどんな顔してるんやろひなのどんな顔なんやろななんかななんか 変な顔変な,変な顔まあなんか普通の顔してますうんなんかどうやろうななんかしか言ってないから「アナゴライダー変な顔なの変な顔かもしれない <laughs> <laughs> え」でもなんかマジ見たことないっけい配信とかってあるよなでもみんな変わる変わるか変わるな結構変わるかもわかんない変わるかな本当にあの なんんか中学生の時の顔あるやんそれが結構それをちょっと大人っぽくしたみたいな顔かも <laughs> 顔かも,かもかもかも <laughs> ピラリン覚えてるやろ一回だけ得点返したし大阪の時じゃない合ってる合ってないかなナナのって言ってて言た方じゃない B さんこんばんはシャネこんばんはええー、大金マンえっ、ー、と天使のクマちゃんと結婚してありがとう大金マンありがとう絶対に結婚しようそう今日は本当にたくさん食べたので今お腹いっぱいですお腹がポンポンです焼き鳥を食べました明日の明日の12時のツイートに あの私の好きな <laughs> 焼き鳥を書いたので明日「ピアのお昼の12時のツイートを見た人はみんなその時に好きな焼き鳥をコメントしてください好きな焼き鳥好きな焼き鳥のなんだ ?V? みたいな <laughs> 好きな焼き鳥のなんていうの箇所なんて言うんだろうそう好きな焼き鳥。 そうへ部屋の好きな焼き鳥を明日公開 <laughs> 公開知ってる人もおるかな公開ですえー、ひねのにゃんこひなの口癖が知りたいですにゃんこはひなのどこかな本当に本当にそれ口癖なん本当に絶対絶対そうしてよ絶対絶対それが口癖ですか本当に 絶対それが口癖ですか。<laughs> いける絶対にそれを言ってください。じゃあまずひなの,の口癖なんやろ。ええー、なんやろな。なんやろな。なんやろ。<laughs> なんやろ。うなの口癖多いとかあれとかなんかよくわからんこと言っとるかも <laughs> あ。あみんななんかえちょっと。 好きな焼き鳥コメントしてくれて明日明日の12時のやつにコメントして <laughs> その時に見ますでもヤノもうねぎまもももも皮も軟骨もつくねも大好き <laughs> 明日のやつにもコメントしてねじゃあ今日と同じことみんなちょめんとしてね12時のぴったりのおはよう「おはようおはよう」じゃない「こんにちは」ツイートの時に写真を <laughs>「 乗せるんですけどその時にあのそれをしてください好きなやつを言います <laughs> 了解12時にコメントしますありがとうそうお楽しみにヒアノのすちすちな焼き鳥の部位 <laughs> ヒアノはそればっかり食べてますえっと「さぬ、えー、魔女の帽子」えーっと「コウモリハートありがとう」 あとペンライトもありがとう。高かしろくうまいうまい。何がだ <laughs> 何が何がうまいんあ焼き鳥の話。焼き鳥か。焼き鳥美味しいよな。ひなの大好き焼き鳥。ひなちゃんの口癖浮気するな。あ確かにそれ多いかも。浮気するなみんな浮気するな。一途になれ。<laughs> そうですよ皆さん浮気はしちゃいけません一途が大事なのでね皆さんも心当たりがある方はまああの本当に自分の胸に手を当てて考えてみてください浮気はよくないよよよよよ成瀬さんかわいいありがとうありがとう知ってる <laughs> 知ってます知ってます えっと浮気しかできないおい赤いやないか <laughs> 赤いやないかえっとけど浮気するの言われてるな浮気してる人限定だから、えー、刺さらん人もおるんよなあよくないな良くないな浮気ってでもよくな,いなよくないよよくないよ <laughs> 何も聞こえねえ受ける <laughs> 聞こえへんの そうなんみんな浮気良よくないで一図が大事だず大事だず <laughs> 大事です <laughs> えー、ガがちゃんあれ好きな人には一図なんだよねじゃあヘアロちゃんに一図にならなきゃいけないんじゃないのそれ,それひやろちゃんに一図にならなきゃダメなんじゃないナイスさんえー、ラインスタンプが薄や2にだったけどあんまり聞いたことない <laughs> ちょっと待って ちょっと待ってあのラインスタンプさ部屋のも持ってんねんけどさあのさめっちゃさ <laughs> めっちゃウケるあの顔あの顔 <laughs> すごい若いよなめっちゃ若い顔してへんうせやにーってなんか三重県はまるまるやにってつけるんですよ結構だからうせやにってなんか あのみんなありがとうとかなんか大好きとかそういう系にするかなと思ったから LINE スタンプそう自分でな文章を決めれたん何,何を言うみたいな感じで,そ,うでなんかそれで決めて録音するみたいな感じやったんやけど LINE スタンプなんちな。 だからなんかラインスタンプやからなんか使えるやつの方がいいんじゃないかとかなんか部屋のなりに考えてうっにみたいな感じにしようと思ってそれにしたんですよ <laughs> そう,うわウケるなんか急に LINE スタンプわーなんか懐かしい <laughs> 確かに LINE スタンプかみんな持ってるん <laughs> 持ってるん あひなのちゃんのやつ <laughs> で使う機会なくない部屋のもさあのさ持ってるけどさ自分の乗っ取るやつ使う機会なさすぎて <laughs> 記念みたいな感じで持ってるカークだけ「ひなのちゃんが好きだぞ知ってるだぞ知ってるだぞひなのちゃんをもっと好きになれだぞ <laughs> も一途になるかええららい偉いいが大事だ,すだ,すだ,しだすいや何人まで一途 OK かな3人ぐらいだったら必要なはってるおいおいおかしいよねガイちゃんおかしいよねそういうのそれおかしいよねちょっと意味わかんないおかしいよね <laughs> おかしいよねそれおかしいよねはてなはてなはてな音符 <laughs> 音符 やのさんはよく自分の感情を絵文字で伝えます <laughs> 母さんありがとうスラーメンそうありがとうスラーメンあったようなラインスタンプ本当にでも記念として持ってるあのなんかエイトのスタンラインスタンプも持ってるママに買ってもらったその時に <laughs> 記念やから買おうって言って買ってやからママも持ってんで てもらった。そう、なしたね。スタント使う機会がなかなかない。え、本当にないよな。<laughs> ないよな。でも何かあのうそうそうそや嘘やでみたいなあの嘘ですっていうことを相手に伝えようと思った時に、じゃあヘンのちゃんのうそやにを <laughs> 一回使ってみて。結構嫌や,やな。<laughs> だって先にさ。 ーって野田ひなのポンって受けられてくるんだよねめっちゃウケるくないそんな <laughs> そうファンの方同士やったらねいいかもしれんけどね <laughs> 受けるウセやにってぜひぜひ使ってみてください使える機会が使う機会がある方は <laughs> そうだってお前らもさだってさ結構前からさ思ってるけどさ あのその勝った時に家族ラインにポンって送ったぐらいでそっからさ使,う使ってないもんあの持ってはおるけど僕も5人会だったらんてっ,っておかしいよねおかしいよね意味がわからないよね,ねおかしいよね <laughs> おかしいよねツイッターとかに「あらへのちゃんに沼」とか書いてるのにおかしいよね わかんないよね、そのちょっとハテナだよ。ハテナいっぱい。ハテナ、ハテナ、ハテナ。ちいちゃんこんばんは。ちいちゃんやっほ、ヤッホー見に来てくれてありがとう。かしろくん、まともなスタンプ持ってない。マジなんか、でも部屋のは、部屋のはかわいい。よくわかんないスタンプ <laughs> を持ってるです。持ってます。なんかね、うさぎとかが、なんか、イ、え、ェーイみたいな。ふーみたいな感じに。 取る謎スタンプをよく使っておりますおだいにやってきたマジあれやんあの今日 AKB のあれやったよなコンサー楽しかったいいないいなん「l ラインなどの文字コミュニケーションでうせえ女だなかなか言えない人は <laughs> 偉いね優しいねやっぱりななさんは <laughs>」 そう野田部屋のちゃん野田部屋でも確かにうせやうなんか確かに LINE とかでわざわざ嘘つかんもんな, <laughs> なんかさ直で会っとる時にさノリでさ嘘やーみたいな感じであるけどさ LINE <laughs> とかやってあんまないよな確かにラインな,な確かに LINE かうんでも,もう本当にあれやで ラインスタンプを一時期超なんか集めてた時期があってそうおじいちゃんにおねだりして買ってもらっとって時期があってめっちゃその時にないやの今でもマイメロがすごい好きなんやけどマイメロのスタンプばっかりめっちゃ集めとったなんかマイメロマイメロって喋べって出てくるやつをめっちゃ集めてた今はうさぎちゃんの なんかでも可愛いうさぎちゃゃんんんじゃあかかのよなんかちょっとなんか気持ち悪いというかちょっと気持ち悪いとか言っちゃうかんか,なんかちょっと変な何ていうのなんか変わった感じのなんかんやろうなんかちょっと本当に可愛い可愛いけど可愛くないみたいなのがヒアノ的にドストライクドストライクそう好みなのでそういうのをよく使ってますなんか。 普通の可愛い,いやつっていうよ。りかはあの可愛い,いやつだよ。かわいいんやけどな。なんかなんかちょっと違うみたいな。<laughs> なんかちょっと違うやつがやなたんのかなみです。そう。ひろたんは可愛い,いやけど、可愛くないやつが好き。<laughs> えー、科くだけ一番はひろちゃんで浮気する人がよくやつええー、一番一番オンリーワンにしなさい。 でも一番眠れる。 キムカワなんかなえー、キムカワかななんか変なやつ声こもってる遠い遠くなったマジえー、嘘本当に今も今も聞こえへん本当になったもらったあれ <laughs> なんでなんやなんでやろテンポ悪いわんかななんでや困っちゃうなえへへ マイク押されたとか、それかもだって部屋な,んない今な、もうお布団にな寝、ね、転がっとるからさあのスマホをあの素手で持ってるんですよ素手じゃないななんですか素手です。<laughs> 手で持ってるんで多分その押さえてた位置がダメだったんだよきっと。<laughs> なっったみたたみいでかでかす次はあのマイクを塞がないように気をつけますでもまた塞いでたら言ってください <laughs> えっとで今野田ひなのしか見えませんだよね野田ひなのたんしか見えないひなのたんしか愛せないねひなのたんしか <laughs> ひなのたんしか、えー、おぱんちゅうさぎとかお茶はおぱんちゅうさぎも好きでもなんかねひなのたんはおぱんちゅうさぎににとるって 言われますなんか一生懸命生きててうまくなんかいろいろひなのは不器用なのでなんか上手に一生懸命生きとんのに上手に生きられてなくてかわいそうだねってよく言われますだからひなの,のはパンチに似てるねってメンバーからよく言われます。かわいそう <laughs> 本当にこの辺はよくこけるし あのねもう本当にぶつかったりとかねちょっとなんかいろいろかわいそうらしくて頑張ってあのちゃんと生活ができるように人間的にねがれるように頑張り中です。猫3匹とジョンさんえーと魔女の帽子とコウモリありがとうお疲れ様ですお疲れ様見に来てくれてありがとう。 え、大ちゃん聞こえなかった間俺のこと好きって言ってたゆかえどうするもしかして言ってたらあどうするどうするもしかして聞こえなかった間にひなのが好きだよって言ってたらどうする聞こえなかったからあーってなる <laughs> どうするどうするどうする母さん頑張っててえらいでしょ頑張って生きてるの頑張って生きてる そうなんか必死に生きてます毎日一応一応頑張って人間として生きてます本当にね受 <laughs> け<ウケ>る <laughs> ちゃんなんか生きてるだけで褒められる <laughs> そう頑張って生きてますちゃんとねそうでもあの最近まだこけてなくてすごくないですか あの私結構本当にこあの事務所今日も行ったんですけど事務所のあの階段でめっちゃ滑ってこけてみたいな落ちてみたいなことがよくあったのででも最近その階段が落ちてなくてちゃんと歩いてて歩いてあるんちゃんと階段が降りられてるんですよすごくないですか そうあの本当にだからちょっと成長したなと思いました <laughs> <laughs> だから皆さんもね階段は気をつけましょう階段なんかさ外とかでさつまずくことはあってもさなんかさ階段でさ落ちることってあんまないやんだからそのなんかでも事務所のところはあの階段がね布なん階段が布で布やからスリッパも履いているから すごい滑るんな布と布でみたいなだから布と布のは危険なことがすごく分かってだからあのゆっくり歩くんですけど伝わっとるかなこの部屋の痛い,いことがその布と布なんですよこの階段の生地が布で歩くスリッパも布なんですだから一歩一歩踏みしめて歩くようにしたら平気だしたあのなんだろう 普通にタタタタって言って行ってたらちょっと滑ってしまう可能性があるのでそう滑りやすいので一歩一歩本当に地に足をしっかりつけなんかもう踏みしめて歩くようにしたら階段から落ちなくなってそうだからあの皆さんも滑りやすい階段は地に足をつけてあの全力で歩,歩いたら落ちないので。 ぜひおすすめです階段から落ちない方法いやのそれを編み出したので皆さんもぜひ使ってくださいなごライダー生きてることが一番大事。そうそうひなのたんもそれはもう生きてることが一番大事皆さんも健康的に生きような <laughs> 新宿のライブバーチで必ずこけるくらいでるマイチどこやろじゃあ多分そこは日のも転ぶ気がする 危険やな。気をつけよ。地に足つけて踏みしめてやる。こ大樹ます2日連続で脚立とトラックから落ちのてなくて大丈夫。え、脚立とトラックトラックから落ちたん。ん大丈夫？怪我してへんの？気をつけようね。怪我はないですか？ナシさん滑りやすい。そそう、滑りやすいの危険ですね。危険地帯。 ひなのうんのだけ <laughs> そうなぜかすごいあんなにこけやすい会社なのにまあいいことなんですけどみんなが落ちてないのは本当にそうまだひなのだけで住んでるのはとってもいいことなんですけどみんなは怪我怪我じゃないあのみんなは落ちてなくてひなのだけあのいつもこけて。 お尻,をそうお尻を打ってあの骨お尻の骨あるじゃないですかを打って私あのワンマン前に打って痛くて痛くて泣きそうになりながらワンマンしたことあるんですあのセッカンドファーストやマジで焦ったあのファーストランナーの時に階段から滑って前立に落ちて 骨を今日だし痛くて次の日あのうってしながら <laughs> ライブに出ました危険ですね皆さんも気をつけましょうかえちゃんゆきむち歩くみたいに歩けば大丈夫ですねそうもう一歩一歩もう地にもう足をつけもう踏み込み歩けば平気なの 怪我してないですよかった怪我はよくないので、うん、よくなくよくないというか怪我はね危険なのでよかったです怪我してなくてそう本当に気をつけよう <laughs> 気をつけようなまだひのも気をつけるから大金マンも気をつけよう母さんが軽いんねンがかいん,、ねうん、んじゃなくてひやロンがたらたらあの上手に歩けてない <laughs> 多分上手に歩けてないんだと思う <laughs> 本当にでも頑張って歩いてはいるんですちゃんとちゃんと歩こうと思って歩いて一応ねそう頑張ってるんですよだからそういうことが多くて多いからなんかかわいそうだからおパンチウサギみたいだねみたいな一生懸命生きてるのにねってよく言われます <laughs> そう一生懸命生きてます一応 あせさん、平野に会うことがメンタル的な健康増進になります。本当に平野たんがメインケア、メインケア、メンケアをしてるってこと。健康、平野たんと会えば健康になるってことか <laughs>。じゃあ、平野たんが健康にして、あの、幸せにします。平野たんが健康増進する、します。 えー、滑るのはピアノの小爆笑トークだけにしてよくねピアノはえトークでは滑れないですよ面白いのでピアノはピアノは滑ったことなんて人生で一度もないです <laughs> ないですそう本当にみんなによくピアいつもなんかあの一人で滑ってるねって何言ってるのってよく そうスタッフさんとかにも言われて言われるんですけどあの本当に面白いんですよ何を言ってるんだろうとこれが笑えない方がおかしいだろうと思ってます今ももしかして滑ってるもう,泣くよ部屋のもうみんな部屋の大事にしてくださいみんな部屋の大事にしてみんな部屋の大事にして <laughs> 部屋の,の免許をしなさい <laughs> みんなおの面白いよって言ってよえ面白くないのひなのって面白いでしょスケートボードのぬるのえそれすべてやったことやんなえねえみんなおかしいよね部屋のたん面白いはずだよねおかしいよねかわさんガリちゃんおかしいよねおかしいよねみんなおかしいよねおかしいよねおかしいよね 猫3匹とジョンさん、わらわらわら。わらわらわら。死の、わらわらわら。<laughs> え、ちょっとさ、わらわらわらって言ってる人たちも、皆さん、あの、部屋の面白いよーって。みんな、素敵だよーって。ほら、部屋の面疫をしなさい。みんなしなさい。ただ、笑いすぎて涙出てきました。なんでやねん。涙出てきたんい <laughs> ける。えー。 おもろいと思うお晴らしい素晴らしい拍手です拍手で素晴らしい,らしい面白いコメントきましたボケとツッコミではボケ担当ですかい,いや私はツッコミ担当ですなアノがボケなわけがないでしょピアノがボケなわけがないですよね。やなダーは面白いかっこぼう棒ボみミやんなそれボ読ミおかしいなそれ違ったなおかしいねそれおかしいよね。 しの面白いよだよねー。だよねー。おもろいよねー。ひなのたん。だよねー。猫さんびきとじゅんうん、おもろいよ。もうね、みんなおかしいよね、ほんと。当んに、なだひなのにもっと優しくしなさい。<laughs> 自分で言うな。だけど、のどひなのにもっと優しくしなさい。ひなのを大事にしてください。そう。<laughs> あ、分かった、ひなのに食ってくれ。そうかも。そうってめっちゃよいん。SO でそう。めっちゃよいん フフ <laughs> <laughs> えっとジェシアナの息子さんよなよなこっそりお邪魔しますどうもこんばんは職員です見に来てくれてありがとうございます君とシェンィピティの野田ひなのですぜひぜひ好きになってくださーいも <laughs> インスタとっていくときに、ね、ありがとうひなのにめっちゃ勉強されてるありがとうねこちらこそあの動画いつもたくさん作ってくれてありがとねこれからも作ってね <laughs> メンキュアメンキュア,アをみんなでしましょうメンキアしようみんなでメンキアしようやのん可愛くて面白くて天才か母さんだよねえらいえらいよひなのたんのメンタルが上がってきましたよメンタル <laughs> メンタルが上がってきましたよってないねんって感じやけどひなのちゃんのあの気分が上がってきましたよあげあげえっ、ー、とえっ、ー、とひなのたん面白いねでしょひなのたんは面白いよ はいはいおもしろおもしろ適当やなそれおかしいな適当あかんでやのは適当にさえたら許しゃない <laughs> 許しゃない許しゃないよジェシアナの息子さん流れ星ありがとう流れ星ありがとう ええー、タックはモチベ上がってるなモチベ上がってるよ部屋の旦はいつもモチベは上げ上げの上げですモチベうんそうテンション気分そう部屋の旦はえマジでささっきからさそうそう言ってない絶対部屋のな口癖そう <laughs> なんかさあのさ部屋のなちょっと最低なんやけどさあのさ学校と学校とかさ 行った時にさなんかさ学校の先生とかがさなんかさ間にさ「ね」とかさ「えっ」えー、とかさ「えー」とかさあそぶやん丸々で「えー」みたいな丸々で「ね」とかをすごい数えてしまっとったんだ本当になんかあの最低最低なんやけどちょ先生ほんとごめんって感じなんやけどあのこの1単語の中で何回「ね」とか「え」とかそういうのを入れるんやろうみたいなのにすごい。 集中しててになっっちゃってそれをずっと数えとったんだそれをそんな感じのことを今部屋のも自分が「そう」でしてしまっとる気がしてなんか年かな嫌や,やな嫌ですね「授業に集中してください」いや本当にそうマジで「授業に集中しろ」って感じなんやけどなんかさ体育館とかにさみんなで集まってさなんかあの全校集会とかさ 学年集会とかあるやんそういうのそういうい時に何かあの前でさなんか先生がさ言っとるのをさ本当に「あのぼー」と聞いてるわけやんその時に数えてました <laughs> そう「何回ね」って言うんやろみたいな「あの先生は a の人やな」みたいな「ええ」a、そうです、ね「すええ」a、みたいなの一生懸命数えてたみんなもあのつまんなくなったら是非数えてみてくださいそしたら「 あのなんか楽しいです楽しくはない <laughs> 気分が上がります気分も上がらないえー、暇が潰せますそうだからあのちょっと部屋の会話でも層がたくさん出てくると思うんですけど聞き逃してくださいラリちゃんハットありがとう部屋の層数えてみるね部ンのう数えたらダメですだって部屋の層 あのこれはひなの的にはつまんない時にあれやるんですよつまんない時に数えるんですつまんない時に数えるからひなのの「そう」数えてたらひなのんがつまんないみたいでしょ例えまあもしかしてひなのがたとえ例えばつまんなかったら数えてみてひなのはつまんないことなんていうのは、まあ、決してないとは思うんですけどそうなんていうの本 <laughs> 当につまんない時は つまんない時ってないよね部屋のと喋ってて。えあるみんなあるんあったら部のなくでそう部屋のと喋ってる時につまんない時はないと思うのでそう数えることはあっ <laughs> ないと思うん、なんかないと思うんですけどそうあのああ違うってそうじゃないってあのそう <laughs> 違う <laughs> ほんまいやマジでさそうやめよう。 2回とかやめてつまらんってことやんそれおかしいよねそれさピアノと喋るんのがつまらんってことおかしいよね泣いてくださいおかしいよねみんな今日ピなノにみんな冷たいよブーブーですよそれ冷たいよ冷たいんじゃないな <laughs> みんなピアのに厳しいよみんなピアのもっと優しくしてください大事にしましょうなイスさんないと思いますだよねないと思うよねないよねないからナイスさんはピアの,の層を数えることはないよね 大もつまんない時そうつまんない時に数えるのなんか何か言うかなみたいなでもそれはなんか数えようと思って数えるのをスタートするわけじゃないの本当にあーなんか多いなって頭になんか浮かんできたら数えスタートなだからどっからスタートとかじゃなくて自分がススタターートトしたい時にスタートさせるのそう。 そうってばもうそういやもうみんなにさ数えられるかもって思ったらさ喋れなくなってけどどうしたらいいやだみんなやめて数えてダメですひひひひなの好きなとこみんなで数えまちを数えきれないよひなののとこひなのの好きなとこみんな数えきれちゃうぐらいしかないんだみんなそうなんだよ 平野の好きなとこ数え切れちゃうぐらいしかないのそんなことないですよ数えきれないぐらいたくさんありますよねいっぱいあるよねピアの好きなところ例えば話が面白いとかすごくいい女だみたいなんとかねたくさんあると思うのでまあ皆さんそれはたくさん数えましょう僕優しいよ僕優しいの僕優しい僕優しいからピアノに大事にしてピアのを大事にしなさい <laughs> やっぱり5秒ぐらいで終わったらごめんねもうあのお説教しますガエちゃんお説教ですもうダメですあなたお説教ですお説教です次の特典会でお説教します <laughs> お説教です5秒ぐらいじゃなくて500秒かもしれない500秒ならギリか500秒以上でギリかですね500秒以下だったらアウトですお説教がスタートします ヒアロンの話は校長先生のお話ぐらい素晴らしいん、ね、それさつまらんってことやんな校長先生あちょっと待って校長先生の話がつまらんってさそうでもみんな思ってるやろヒアロンだけじゃないやろそれそうなんかつまらんとか言っちゃあかんよすごくな,なんかあの大事な素敵なお話をしてくださったのはためになるお話をしてくださったのはとってもとってもあのまああのね分かってはいるんですけど、まあ、ちょっとつまらんってことやんなそれ。 おかしいよねそれおかしいよねーえー、っと大ンマンがずっとひなのたんの話しかしてないわもうひなのたんのひなのたんのこと大好きやんそれそれひなのたんのことめっちゃ好きやん大 <laughs> ンえめっちゃ大事にしてないうんめっちゃ大事にしてる <laughs> もっともっと大事にしてね <laughs> つまらなくないあつまらなくないあひなのだけ母さんえ やの校長先生のことそんなふうに思ったら違うの待って、ヒアノがさあのあの嫌な女みたいやんち,ちゃうねんってえちゃうやんちゃうやんえみんなさじゃあさ校長先生の話をさそんなさあのすごい素晴らしいみたいな感じで聞いてたんえそう,なじゃあこそうなんじゃあこうヒアノがさあのそっかそっかあれれ あれみんなに結構、あのー、共感してもらえると思ったら「えって?」てひなの校長先生のことそんなふうに思ったの?「てんてんはてな」ってつまらなくないって言った「え汗,汗汗汗」「今焦ってます」「野田ひなの焦ってる今」あ「あああ」「ピのノだけやったんや」「やばいよなはてな」みんな校長先生のことリスペクトし,、ね、してますからひなのだけどあどうしようどうしようピアノもすごい校長先生のことはリスペクトしとるし。 すてきなあのお話をねあのされてるなとうためになるなとあの今後の将来のことについて考えながら校長先生の話を聞いてあのしっかりとねあの、はい、考えてたよすごいつまらないって思ったことは、えー、人生で一度もないしあのえっとね何ですかあのすごい面白い話だった。 さっきのはちょっと間違えちゃったらしいつまんないって言ったのはちょっと間違えちゃった今のが本音らしいからちょっとみんなあのそうそうじゃない <laughs> みんな今の忘れようね朝礼とか先生の話がは欲しいのは当然でしょ欲しい <laughs> 何欲しい欲になってる星何眠いつまんない何やろな <laughs> んて言ったんやろ <laughs> 母さんかわい笑いわ。え、ちょっと、あの、本当に、違うんだよ。違うんだよ。間違えちゃった。だから、ひなのたんが、あの、嫌な女なんじゃなくて、あの、間違えちゃったの。間 <laughs> 違えちゃっただけだから。違うんだよ、みんな。欲しいイコール欲しい。何欲しいイコール欲しい。え、どういうこっちゃね。どういうこっちゃね。 つまんねえが欲しいなあつまんないっつったんかつまらんってことねこいつ先生に分かってつまんねえはな,はなつまんねえ話が長いんだよハゲおやじとかって最低そんなこと言ってんや <laughs> めちゃくちゃ言うやんボロカス言うやんヨナゴライダーすごいやんボロカス言うやんそれはでもピアノの気持ちじゃなくてヨナゴライダーの気持ちってことだよねそれそんなこと思ってたのよくないよー <laughs> 多くないよそう皆さんもあのね校長先生の話はしっかり聞きましょうまあもう今校長先生の話を聞くことはもうなくなってしまいましたが <laughs> だからその分野田平野の話をあのねつまんねえとか思わず面白いなと平野の話最高と思いながら話を聞くことにしましょうね。 話を聞くこと聞くだけじゃなので話をするする,することにしましょう。部屋の話はおもろいわ。せやろ部屋の話はおもろいです。部屋のはおもろい女。面白い女ってことあるやん。ふん。おもしれ女。みたいなさ。あるやんなんかさ少女漫画みたいな。は <laughs> 面白い,女みたいなちょっと今さこれさピアノめっちゃな格好つけてさポーズまでつけてやってんけどさあのさラジオのこと忘れてさ一生懸命一人でさふっとかやっててさすっごい恥ずかしい思いしたあ恥ずかしい恥ずかしいほんとに恥ずかしいえでもなって本当に聞いてほしいんけどさマジみんなドンビ感動でなガチでドンビ感しててほしいんやけどなんかなのノって多分なあのぶりっ子属性なんな 動きがそうあの本当に直そうと思ってるんですけど結構ぶりっ属性なんですよ手手ががの動きがというかなんかこの前スーパーでなんかあのそういうお肉のコーナーとかを見てたんですねその時にちょっと人差し指をこうやって顎に当ててうーんってしながらあの選んでてあのなんか、まあ、見られるなと思ったの隣にいたおばさまに。 奥様奥様におばさまとか言っちゃダメ奥様にねなんかちょっと見られたんよあ,あれみたいななんやろうと思って、まあ、まあいいやと思って気にせずだったらで何えっえ,えと思って普通に自分の手を見たらもう顎に手を置いて「ふーん」ってちょっとこの「ふん」の顔もみんなみんなに伝えられるなのが悔しいんやけど「ふーん」ってなんかちょっとつく顔みたいな感じにして選んでてガチのドン引きじゃないななんかかそれをしかも誰か撮る時やったらな なんかギリギリさなんかさセーフやんかそれを一人でソロでスーパーでやるってことがガチでドン引きやんガチでやばくないえ結構やばいよなみんなこ,れこの話を聞いて部アノのことをドン引いた方もいらっしゃるかもしれませんでも嫌いにはならないでねえでも結構ドン引きじゃないマジでいつもびっくりしてえみたいな嘘やろみたいなスーパーで鳴だしてるけどそんな人は。 いたらガーチェックっで焦って私ソロのスーパーそうソロスーパーマジで焦ってマジで焦ったどうしようと思ったでも結構ひなのそういうことが多くて本当に一人で歩いてる時もうーんみたいな感じで <laughs> してるんですねでもあの無意識で無意識で出ちゃうんですだから無,無意識プリッコ属性すごい嫌 一回引いたけどかわいいよ一回引いたんやな一回引いたんやな引いちゃったねへやんちゃんに引いちゃったんやヘンんちゃんのこと引いたんや引いたんやへやんちゃんのこと引いたんやああ引いたんやわそう本当に本当にガチで焦ったやばっと思ってでもね私ねあのー、マネージャーさんあのー そうチーフマネージャーさんの坂田さんって方がいらっしゃるんやけどその方にも「その手をやめなさい」ってめちゃくちゃ言われたんあの普通に話してる時とかにも部屋野はあのは身振り手振りが激しいおんねやからあのだってわざわざさあのさチーフマネージャーさんにさわざわざぶりっ子なんかしやへんやん普通にしやへんやんでも部屋のは普通に普通に生活してるわけ普通になんかあの喋ってる時にそうなんか伝えようと思ってって言ったら「ちょっとその手はなんだ?」みたいな。 おかしいよみたいなそれはやめた方がいい,みたいなそれをあのななんだろう、まあ、自然にやってるのはすごく分かるよみたいなあの本当にアイドルとしては別にいいかもしれないけどちょっと「本当に!」って言われて「あああここごめんなさい」って言ってあの直そうとしてるんですけどあのでももうみんな部屋のはそうスタッフさんも,もうみんなそういうものやと思ってきたらしくもう最近は何も,何も言われやんくなった。 またやってんななぐらいにかそうだから坂田さんとか毛利さんとかにめちゃくちゃ言われますなのでちょっと気をつけようとは <laughs> 思ってはいます <laughs> で本当にガチで怖いのがこれをなんかさあのな本当になんかもう嘘のような話やけどガチですれてるのガチキモいやんキモいとか言っちょった <laughs>。ガチでドン引きやん普通にえみたいな自分でも結構怖いわけ だっていつの間にか手が動いて、なんか表情筋も勝手に動かれとるわけないよ。結構怖ないメンバーにも、そう、ナナとかにもね、ちょっとね、あの、出とんぞって、あの、またなんか、手みたいな、わらわらわらみたいな、めっちゃ爆笑されるんよ。だから、ああってなるんやけど、本当に直そうとは思ってるんですけど、ちょっとでも本当に、ガチででもそのスーパーでの話はガチで焦った。ガチ注意で笑うそう、ガチ注意を。 あの受けられました笑,笑われましたみんなにそう恥ずかしいね弾いてるわけめっちゃかわいいよって本当にそう思ってるの <laughs> アイドルじゃなかったらハーケント m 以内には近寄らないけどえそうよなえそうよな本当にそうよな 活力さ普通にさなんかさみんなはさひなのがアイドルやとかさそうあのメンバーもさスタッフさんとかもさひなのがアイドルやと思ってるから、まあ、ギリさセーフかもしれんけどさ普通にそのスーパーでひなのを見た奥様はどんな気持ちやったんやろうと思ったら私結構自分が怖くてすっごい焦ってああと思ったキヨさんこんばんはかわいいユニドルの推しの配信見てたらくなりましたおやすみなさいキヨさんこんばんは見に来てくれてありがとうあさ寝る前に話が楽しくて目がさえてきたえちょっとわかるよ だけあと5分で1時間ですあじゃあ1時になったらあの配信をあの違うあのランキングを読んで部屋のターンももうお布団の中にいるのでそのままあのシェアしますお休みします <laughs> ラジオの時はあの画面を縦にしてるのであの時計が見えるんですよいつもみんなにあの何ですか何でしょうあの 何時以下教えておくれーって言って教えてもらってるんですけど、今日は時計が見えてるのでちゃんと一時になったらランキングを読むまあもうと思います。メブリテブリは人とのやり取りで大事ですよ。えそうよな。じゃあ許してひなのがちょっとそんな変な人間でも。そう部屋のターンはこんな変なあのー、なんていうの。そう人間ですけど皆さんきちんと愛してください。ひなのがあのー。 劇もブリコーナーとしても愛してください。激キモリコーナーとかさバカ悪口やんなバカ悪口 <laughs> やだやだ。えっとまだ洗い物もお風呂もあって泣いてます。えらい頑張ってひなのたんの配信を糧に頑張ってみましょう。頑張って。 頑張って洗い物もお風呂も頑張ろうえらい頑張ったら部屋のがほめほめしますさっきまで寝てたので寝れる気がしません寝れる気がしないのじゃあ部屋ののことを考えて考えてこじらせていきましょう <laughs> <laughs> ちゃんで一応でしょ明日もライブで明日はあの部屋のはあれなんですよ あの髪の毛をねあのー、頑張るの髪の毛をやりたい髪型があってそうなんかそれをそうしたいんですよでもピアノはそれがすごく苦手なのであの難しいのであの早く起きて練,練習というかやろうと思っているので早く寝なきゃ早く起きれないかなと思って早く寝ようと思う偉いでしょ 寝るときはちゃんと服着るんで、服着てます。パジャマ着てます。やろたんのパジャマは、今はグレーのスウェットです。あ。えー、間違えた。あのふわ,ふわふわのパジャマ着てるよ。えー、だってさ、そうやんな、間違えた。グレーのスウェットは違うです。グレーの、まあ、そうグレー、グレーのスウェット着てるんですけど。 そうあのちょっとああのアイドル的にはね、まあ可いいパジャマを着てるっていう設定にした方がいいのであの可いいパジャマ設定を着てます。てか最近さなんかさ上手に喋れなくて「ああああ」みたいな感じでさ本当にガチでなんかきょろっと喋り方になっちゃうのなんでなんやろ別にさきょろっとるわけでもないのに自分の喋りたいことがなんかあ溢れ出続きすぎてなんかもう「ああああ」みたいな。 そそそうそうそうなんかなんていうのなんか上手にしゃべれへんのなんでなんなんでなん <laughs> なんでなウけるそう困る変,変な人間のヒアノちゃんも魅力的すぎてお好きですよけどさんありがとうヒアノさんがこんな人間でも愛して <laughs> 愛してねなんせ自分もリモート打ち合わせでカメラオフなのに手振りしていることあって笑いそうになったことあるほらやっぱヒアノと ひなのと一緒ひなのと一緒やんひなのと一緒やん推しに似てきたんじゃない <laughs> カエル化しないで大丈夫です大すえらいカエル化はやだカエル化しないでひなのたんは結構カエル化人間だと思うんですけどみんなが部屋のにカエル化しちゃうと思うんですけどちょっと部屋のがちょっと動きがキモかったりとかするのでみなさん部屋のにカエル化せずに愛しましょう母さんえらいえらいでしょ アイドルがグレーのスウェットを着てるわけないよねそうだよねグレーのスウェットなんてさまあ一応ねアイドルがねまあねそうね、まあ、まあまあ着てるわけじゃないよねそうだよね,そ,そ,うだねそうだよねそうだよねそうだよね汗汗汗超汗スウェットとジャージしか持ってなさそうでも結構スウェットとジャージが我が家に多いですねでもちゃんと外に出る時用に可愛い私し服もあります持ってますだからちゃんとあの お仕事で私服が必要な時は可愛い服を着ますまあ何でもいい時はだる気が多いです一応1時だよ1時ありがとうってことでランキングを読もういけます13位やかありがとう12位情報技術研さんありがとう11位女子アナの息子さんありがとう10位 がれちゃんありがとう。9位あかつありがとう。8位 FWDWG3 さんありがとう。7位かわさんありがとう。6位かわくだいきありがとう。5位ねこ3びきとジョンさんありがとう。4位しのありがとう。3位さむありがとう。 に大金マンありがとうそして1なるせさんありがとうパチ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 皆さんね配信を見てくれてありがとうございました今日はもう布団の中にいるのでそのままあの寝ようと思います皆さんもたくさん寝ましょう明日の髪型は 新しみにえ頑張るのですあの頑張るのはシヤマさんは不器用なんですけど髪型を頑張るので楽しみにしててください。ということでじゃあ今日も見てくれてありがとうございました。おやすみなさーい。ゆっくり寝てね。みんなありがとう。バイバイ。